サイコパスは精神病質者です。サイコパスは凶悪犯罪者だけではなく、成功者も多いということをご存知ですか？サイコパスと噂される芸能人には意外な人も。今回はサイコパスな芸能人、ランキングにまとめました。サイコパスとは、他人とのコミュニケーションに問題を抱えている、パーソナリティ障害の一種であり、反社会的な性質を持っている、ということが大きな特徴です。サイコパスは、日本語に訳すと、精神病質者というものになります。最近は、サイコパスという、言葉はかなり一般的に浸透しており、テレビや映画、小説でもサイコパスを、題材とした作品が増えています。また、サイコパスが引き起こした凶悪な事件なども、ニュースで目にすることがあります。そのため、サイコパスと凶悪犯罪者は同じ、というイメージを持っている人も多いようですが、サイコパスである人全員が、凶悪な犯罪を犯すというわけではないのです。サイコパスは、一般社会に溶け込んで、私たちと同じように普通の生活を、日々送っている人が大多数なのです。しかしサイコパスには、普通の一般人とは明らかに、違う独特の特性があります。サイコパスの大きな特徴には、良心が欠如していることや、他人に共感することができない、罪悪感が全くないといったものがあります。サイコパスは、自分の利益のことしか頭にないため、自分の目的達成のためであれば、どんな手段を使っても、やり遂げようとするのも特徴です。兵器で嘘をつき、人を傷つけ、蹴落とすことなども、サイコパスにとっては何ともないことなのです。このサイコパス独特の特性は、ビジネスや仕事では有利となることも多く、成功者にはサイコパスな人がたくさんいるのです。人を操る能力に優れているというのも、サイコパスの特徴なので、弁護士や経営者など、リーダー的な人には、サイコパスが多いと言われています。1位、渡辺美希。ブラック企業として知られる、ワタミの創設者です。ワタミの社員は、とにかく労働環境が過酷すぎて、自殺する社員まで出ています。社員に対しての発言も、常識では考えられないようなものが非常に多いようです。24時間365日死ぬまで働け。無理というのは嘘。鼻血を出そうが、ぶっ倒れようが7日働かせれば、無理ではなくなる、といった、ひどい暴言を言っています。しかも、高層ビルでの会議中、部下に、ここから飛び降りろとも言っています。ワタミの社員が自殺した裁判でも、納得していないが、時間の無駄だから和解した、と言っています。経営者にはサイコパスが多いのですが、まさにその典型です。暴言による恐怖で社員を支配していたのでしょう。罪悪感のかけらもなく、サイコパスで間違いなさそうです。居酒屋、カズタミなどを展開する、飲食チェーンワタミの創業者で、参議院議員でもある渡辺美希氏が、日経ビジネスに登場。2008年に起きた女性従業員の、過労死自殺に関し自身の考えを伝えた。この事件は裁判に発展し大きな注目を集めたが、昨年12月、従業員遺族との和解で一応の幕を閉じた。しかし、渡辺氏はこの取材で、未だこの裁判に納得していないかのような、発言を繰り返し、ネットユーザーから非難を浴びている。渡辺氏は、これ以上裁判を続けても、話し合いの妥協点が見つけられないという思いに至り、もう終わりにしようと和解を決断した次第、と発言。まるで、本当は納得してないけど、時間の無駄だから和解した、と語っているかのよう。これに対しネットユーザーは、
サイコパス、詭弁論者と一斉にバッシング。人が一人亡くなっている事実を考えれば、この反応も当然か。2位、徳光和夫、いつもニコニコしていて優しそうなイメージの強い徳光和夫ですが、サイコパス芸能人との噂が絶えません。これまで数々の暴言を吐いているのです。大の巨人好きとして知られる徳光和夫ですが、広島の選手が乗った飛行機が墜落するかもしれないなど、不謹慎なことを平気で口にしています。また巨人のクロマティ選手が中日の選手を殴った際も、クロマティは偉い、利き手を使っていないからなどと言っています。ニコニコとした優しい表情でひどいことを平気で言うところは、まさにサイコパスです。サイコパス芸能人とささやかれるのも納得です。3位、品川博士。かつては品川庄司として多くのテレビ番組に出演していた人気芸能人でしたが、最近はめっきり見かけなくなりました。自身が映画監督を務めた映画ドロップでは、自分の過去の暴力行為を肯定しており、サイコパスな傾向があることが伺えます。しかも若い頃は若手芸能人や自分より地位の低い AD などにひどいいじめを行っていたそうです。最近は芸能界から干されたと噂されていますが、テレビ番組で芸能人仲間を助けるようなシーンもちらほら見られています。しかし、これは自分の優しさや頑張っているという姿をただ見せつけているだけではないかとも言われています。自己崇拝欲が非常に高い品川博士さんは、サイコパス芸能人ではないかと噂されるのも納得です。4位、恵比寿吉和。サイコパスな芸能人といえば、やはり真っ先に名前が挙がる芸能人が恵比寿吉和です。恵比寿吉和は数々のサイコパスエピソードがあり、サイコパスであることは間違いないと言えるでしょう。サイコパス芸能人の代表とも言える恵比寿吉和のサイコパスなエピソードをいくつか紹介します。生まれた子供が死産であり、さらに障害児だったことを知った恵比寿吉和は、やったーと喜んだそうです。また自身のファンクラブの会長の葬儀ではずっと笑っていたとのことです。自分の親の葬儀でも終始笑顔で、葬儀の感想についてはパチンコに行けなかったと回答しています。他人に共感できない、両親が欠如している、自分のことしか考えていないというサイコパスの特徴に見事に合致しています。5位、上野樹里。明るくて元気な女優というイメージが強い上野樹里ですが、バラエティ番組では空気の読めない発言が多いことで有名です。他の人のことを全く考えないのはサイコパスの特徴であり、そのため違和感のあることを平気で口にしてしまうのです。また女優としては様々な役柄を見事に演じきっており、演技がうまいというのもサイコパスとささやかれる理由です。本性がつかめないということで、上野樹里はサイコパスではないかと噂が立っているようです。6位、藤原紀香。こだわりが強く、周りにも自分のこだわりを押し付けるようなところがあることから、サイコパスではないかと言われています。この美容に対する異常なこだわりはサイコパスっぽいと言えます。藤原紀香は少し変わった言動も多いため、サイコパスではないかと噂されることが多いようです。男性受けする魅力的な女性サイコパスに多いと言われています。7位、紗栄子。紗栄子は日本人の芸能人、モデル、女優、宮崎県出身。デビュー当時の芸名は紗栄子。後にダルビッシュ有と結婚し、ダルビッシュ紗栄子。
ダルビッシュ有とは離婚し、2011年よりサエコとして活動している。サエコさんは女性からすると、どうしてそこまでモテるのか不思議に思うかもしれませんが、男性からしたらサエコさんのような女性はとても魅力的なのです。サエコさんのは男性からモテすぎる、あまりサイコパスではないかと言われるようになりました。性に関して自由奔放な人はサイコパスの気質があります。サエコさんもサイコパスなのかもしれません。サエコさんといえば恋多き芸能人というイメージの人も多いのではないでしょうか。ダルビッシュ有さんとの結婚、離婚後も数々の芸能人や有名人、会社社長と恋の噂が絶えません。サイコパスは性的魅力が強い特徴があります。女性から大人げで憧れの女性としても名前の上がるサイコですが、サイコパスな女性ということでも必ず名前が上がってきます。サイコといえば恋多き女性芸能人というイメージが強い人が多いでしょう。男性を虜にする魅力を持っていると言えます。サイコパスは魅力的で異性からモテる人が多いのです。また派手な男女関係もサイコパスの特徴です。男性を操っているというサイコパスの特徴にぴったり当てはまります。サイコパスな女性は自分磨きに余念がない人も多く、サイコはまさにその一人です。女性芸能人のサイコパスといえばやっぱりサイコでしょう。8位、田中圭。田中圭は演技や容姿で印象をよく見せているように感じる。演技以外の発言をテレビで見る際、本音を隠しているかのようにありきたりなことしか言わないところが気になる。多忙のためかよく泥酔したところをキャッチされていて、奥さんや家族に優しくないのかなと思いました。あまりいい評判を聞かないから、どんなに悪評でも俳優業に向き合っていればいいと思いますが、仕事への向き合い方もいいとは言えないようで、プロとして失格だと感じる。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。